今回ご紹介する国は、こちら。これはペトロナスツインタワー、マレーシアですね。マレーシアのどちらを紹介するんですか？突然ですが皆さんは、どんな街並みがお好きでしょうか？ウプヌシ、結構川沿いの街が好きでして。今回ご紹介する街は、かなりストライクでした。そんなわけで今回ご紹介するのは、世界遺産の街マラッカです。ムラカと呼ばれることもあります。旅行時期は2019年の9月です。例のウイルス収束後に行かれる方は、ご自身でも最新情報をご確認ください。なお、空港はないので、主な交通手段はバスになります。今回はクアラルンプール市内からの行き方のご紹介となります。その他、主要な場所としては、クアラルンプール空港からのバスや、隣国シンガポールからの国際バス、などがあります。簡単に説明してしまうと、1、ウェブ予約でチケットは買っておく。2、当日バンダルタシックセラタン駅に行く。3、駅直結の TBS というバス乗り場で乗車。詳細を話すと長くなりすぎるので、説明欄にウプヌシのブログを掲載しておきます。バスに乗るまでの説明もそちらでしています。クアラルンプール市内から約3時間。さらにタクシーかバスで市内入り口に到着です。入り口から歩いていくと、オランダ広場というランドマークや、撮り方次第で映えそうな赤い壁の通りが多数あります。ウプヌシの写真センス、壊滅的ですからね。人の多い観光地から少し離れて、昔の帆船を改築した博物館へ向かいます。マラッカではグラブが利用可能です。事前にインストールしておきましょう。さらに少し郊外に行くと、マラッカ観光の目玉、海峡モスクがあります。ウプヌシはモスクを見ると、旅行した気分になれるタイプです笑い。このモスクは少し変わっていまして、海の上に立ってます。ええー。テラスに出るとこの通りです。なお、露出が多い服の場合、モスクに入るためのローブが借りられます。黒魔導士になった気分が味わえます。ひとしきり観光が終わったら、川沿いで涼みながら一杯引っ掛けます。マレーシアはイスラム教の国ですが、観光地では普通にお酒が飲めます。小腹が空いてきたら、軽くつまみます。これはチキンライスボールです。至るところにお店が出ています。チキンライスのご飯を団子にしていますが、正直、団子にする意味は感じませんでした。夕方になり、オランダ広場近くのジョンカーウォークという通りに向かいます。そのど真ん中あたりに、すごい筋肉のえなり君に似た銅像があります。調べてみたら、マラッカの有名人で、ガンブーンレオンさんという方のようです。マレーシアボディビルダー界の父、という異名をお持ちです。その後、夕飯も兼ねて食い倒れをしたため、写真がほとんどありません笑い。マレーシアのこってり系なご飯は、濃い味好きのウプヌシにはたまりません。個人的な感想になりますが、マレーシアは単体の観光地というよりも、現地の街の空気感、食事など、総合力で満足させてくれると感じます。そのあたりの魅力は、ウプヌシの写真では伝わらないと思うので、例のウイルス収束後に、現地で感じていただくしかないですね。さて、今回のご紹介は以上です。マレーシアについては、他の動画で別の街もご紹介予定ですので、お楽しみに。英語が通じるし、物価も安いので、非常に旅行しやすい国ですからね。この動画が皆さんの今後の旅行の、参考になれば幸いです。この動画が面白かった、参考になりそうだと思われた方は、高評価やチャンネル登録をお願いします。それではまた、次回の動画で。ご視聴、ありがとうございました。